雑談タイム。はい。皆さん衣装店に行ってくれましたか？行くよ。早く来て。オープンと同時に、あ、私はオープン前に強い。早かったな。めっちゃ早かったわ。キャンマジで行きます。キャンマジ行きて。うん、グッズのおすすめはおまんじゅう。うん、でもおまんじゅうはねめっちゃ可愛かったです。実物だと、はい、でも全部可愛かった。もう嬉しかった。全部我が子のような。あれおいくら？おまんじゅう、うん、おまんじゅうおいくらやったかな。千なんぼ。自分に買って帰ろうかな、うん、自分を。まあ私はやはり特権ということで、いいっすね、全グッズの全種類はいただきました。いいですね。最後こっちいいよ。明日ピンつけてこようっと。いいね。めっちゃ可愛かったん。可愛かったの見たで、うーかさんのツイッター。あ、そうそうそう、インスタが。そう、うーかさんがわざわざ写真撮って送ってくれて、うん、あのインスタには載ってない。あ、そうなんや。そう、自撮りだから私だけの自撮り。平和で何より、うん、加藤優香推しになりますって送っといた。ほんまに？うん、送った。1800円。1800円かー。で1800円かー。すごい脅迫されてます。買う。おまんじゅうにするか迷ってる。でも何なんかもう一個ないかい。あ、アクキーか。アクキーな。どっちでも可愛い。え、どっちもランダムじゃないよな。ランダムではない。それはじゃ自分買います。缶バッジとかになるとランダムやけど、うん、確かに缶バッジをサインしたわ、うん、アクキーにしようかな。おまんじゅうありやけど、おまんじゅうの方な。え、でも実物見たおまんじゅうの方が買いたくなると思うで、うん、うん、じゃあおまんじゅうに買います。ほらね、グルメ担当だからね、うん、出前でおまんじゅう。そう、そういう何カップ同士でそういうのとかもやってるから。あ、ここに行って。どういうこと？どういうこと？だからカップリング、好きなカップリング同士の買って、うん、だからゆいなと私のでこうやって出前ってやって写真撮ったりとか、うん、そういうこと。そういうのがおまんじゅうではできる。なるほど、ほっぺくっつけますよ、うんうん、おまんじゅう買おう。売り切れてませんように。大丈夫大丈夫、いっぱいね生産してくれてるはず、うん。出前で2体買うってこと、ね、そういうこと。そう、2体分推し買っちゃえ。お願いします。もうれいこちゃん卒業したらグッズガラッと変わるかもよ。みんな頑張って。今のうちよ。ほんとにかわいいグッズ買うの。ほんとに頑張ってね。今後知らんけどかわいいよ。ほんと全部今のうち。マジで今ケチったらあかん。マジ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 、うん、マジ。それはマジ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 、マジで、うん、分からんかよ今後どういうグッズなのか知らんけど、うん、私はグッズに関わったことほとんどないんで。はい、グッズに関わってみたら大変さがすごくわかります。なのでね、皆さん今のうちですよ。今のうち本当に、まあ、こっちは多分買ってくれるが今のうちですよ、うん、これはマジです、うん、そう、さっきねシンシンとハルカも来てくれてたみたいで。あ、聞いたんや。そう、いつめんって写真送られてきた。私の写真と。うん、私もまた行きます。もう私は行く人決まってるんで、ぜひぜひ何度でも。私ももう一回行きたいね。いいやん。そう、私はゴリラさんと行ってくるわ。ウホウホってことで、ウホウホと行ってくる。